K8 竜は、日本の剣術の源流、始祖とされる竜派の一つ。平安時代末期に、紀一方言が、京都の倉間山で八人の僧に東方を伝えた、ところを始祖として、多くの剣術の源流になったとされる。ただし、K8 竜に関する文献は、室町期以降ほぼ消失しており、現代ではその実態をつかむことは難しい。 京に伝わる八つの流派の総称と考えられる。源義経が指示した流派という伝説もあり、様々な人物例や伝記などの伝承がある。苦労方眼源義経は京に生まれ、幼少期に倉間寺において、剣術を学んだとされる。この義経が学んだ流派が経八流、またはその一派ではないかと言われる。義経の剣術は、敏捷性を生かし、 短い刀を用いて素早く敵の懐に入る剣術だったとされ、義経が原平合戦において実際に使用したとされる、車立ちは短く反りの大きい刀であり、義経の剣術が伝承通りであったことを伺わせるものである。兵法三大源流の一つとされる、源流を創始した年弥地音は、前宗の僧であり、京の倉間山で修行して、剣の技を極めた。 倉間山で異形の人と出会い剣術の妙義を教わったとされるために年流は奥山年流あるいは方眼流と呼ばれ、K8 流の流れを組む剣術とも言われる。室町時代に中条長秀が K で創始した中条流は中条家伝来の剣術と蒸気の年流を合わせて完成した剣術である。中条流は短い立ちを徴用する流派ということで、 古くから源の義経の剣術との類似が指摘されており、また、中条家伝来の剣術が K8 流の抜流という説があることと、年流にも倉間山との関係が見受けられることから、中条流こそ K8 流の直系流派であるという考察がある。中条流は、後の一刀流、富田流など多くの有名流派の母体となり、また、中条流の系譜には、 金巻寺祭、伊藤一刀祭、佐々木小次郎などの有名剣豪が連なることから、中条流が K8 流の抜流だとする伝承は、大いに学者の興味を沸き立たせる。山本勘助は、海の国の武田信玄に仕えた軍師であるが、彼の使った剣術、標法は、K 流とされている。これが K8 流であるかは定かではないが、彼の剣技の腕前については次のような記述がある。 天文17年に南部、下野守が家臣の石伊藤三郎を成敗しようとして失敗。この藤三郎を関助が新割棒を使って倒し下野守に引き渡した。紅葉軍艦おそらく新刀流を治め、かつ真剣を持った藤三郎を棒で倒した技術は見事であり、逸話が事実なら、この渓流は優れた剣術であったことがわかる。また、同じく、 武田信玄に仕えた軍師、前原畜前師も、慶竜の達人とされる。上の先方侍である前原畜前神は、剣術、慶竜の達人で、投げられた複数の扇子を続けざまに切り落とすなど、優れた剣の腕を持つから、本庁武芸商伝これらの文献には、慶竜が明確に登場しているが、この慶竜は、慶八竜の一派なのか、上記の、 中条流のような系の剣術全般を指しているのかは、定かではない。吉岡憲法直本が創始した、吉岡流も、系八流の抜流という説がある。吉岡流の剣士としては、江戸時代初期に宮本武蔵と争った、吉岡聖十郎、吉岡伝七郎が有名であるが、当の吉岡一門が断絶しており、文献が残されていない。その他、倉間流 義経流ネなどが k 八流に源流を持つとされるが、文献が消失しており、関係性は不明である。以上のように、k 八流及びその系譜とされる剣術のほとんどは、近世以降に出伝しているが、剣術の源流、思想が、ギーチ方言という k 八流の伝承は広く、親しまれており、現代に至るまで様々な演劇や文学作品、漫画作品などの設定に用いられている。 ありがとうございます。